どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はあのパワーみなぎる一曲やります。ザードの負けないで、こちらの曲をガズレレ流超簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした初心者簡単バージョン、はい。後半はあの8ビートのこうワイルドなね、ロックっぽいんですよね、やっぱ曲がね、あんな感じが出せるようにしたかっこいいバージョン、2バージョン、最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、思い入れのある曲、カラオケ歌ったり CD 聴いたりするのもいいんですけど、楽器でね弾き語り一緒に、これね最高に楽しいんですよ。でもですね、やっぱり楽器経験私はないのよねとか、ちょっと無理ですとか、そういう方、ウクレレが最高でございます。ウクレレですぐできます。弾いて歌う。これ最高なんですね。で、ピアノとか他の楽器できる方も、またウクレレこんなちっちゃいですからね。なんか新たに、音楽の面白さを発見することができると思います。簡単なんですよ。とにかく簡単。で、簡単だけじゃないんですよ。すっごい奥も深いんですよ。なので本当にね、こう、面白いです。豊かにね、なれる音楽。自分でやりましょう。はい。これ YouTube ですからね。いつでもどこでもスマホでも見れます。無料ですから。もうなんかね、お気楽に音楽を始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の、初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の1から見ながらね、動画見ながらこのウクレレ触ってるだけですぐできるようになりますから、本当に。はい。ぜひ楽しんでやってください。じゃあ初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック!行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽の簡単ウクレレレッスン動画が、もう700曲ぐらい上がってますからね。はい。夏メロから最新 J-POP、定番の J-POP から洋楽もある、ハワイアンもある、演歌もあります。アニメソング、映画の曲、あらゆる曲を、まあ、なるべく簡単にできるようにウクレレでアレンジしてますので、ぜひ気楽に始めてください。先ほどのここのリンク先の下の方に行くと検索できたり、リストから選べたりするようになってますので、ぜひやってみましょう。さあ、早速行きましょう。負けないで。まずは、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。負けないで、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のはもちろんショートカットバージョンで1番やってサビまで行って、最後のサビを、繰り返したという流れになっています。2番やってみたい方は、コード進行一緒ですから歌詞を書いて、自分だけの歌も作ってください。で、テロップと一緒に合わせてできるようになったら、今度はノートに書いてね、自分で歌ってください。その時の参考になるように見せようと思います。はい。今、イントロをこう1回だけやって歌に入ってるんですけど、本来こう、かける2なんですけどね。まあまあ、前奏はその感じで調整してくださいと。で、ここが A メロですね。はい。これね、結構言葉のタイミングが独特だなと思いました。この、あのですね、ふっと知った瞬間にとかね、こういうなんか歌い回しで、このアーティストのね、感じが、だいぶあの表現が変わってきますよね。はい。
で、これ B メロ。この辺ね、結構、なんていうのか、リズムをまたぐような歌で、思ったより分析して歌うと面白いというか、はい。簡単ではないと思いますよ。ここ面白いところですね、B メロのところ。で、ここがもうお馴染みのサビです。みんなで歌いたいやつです、これは。はい。はい。で、ここちょっと短くなってますけど、ここはイントロの前奏のね、コードが入るってことです。ちょっと細かく表記になってますけど。まあ、テロップと見合わせながら、ちょっとこの辺をご理解くださいということでございます。はい。で、出てくるコードなんですけど、今日はね、ガズレレ必須コードというグループのコードばっかり一応言います。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7、A7 です。A7 も指一本でこれおなじみなんですけど、まあ、ここはね、あれなんですよ、もう、ここにも書いてあるけれども、ガズレレ必須コードですね。これ、勢揃いです。はい、ドン。ガズレレ必須コード。必須、必須。はい。必須って書いてありますけどね、これはですね、ウクレレで音楽やろうと思っている皆様。まず、ウクレレにとってものすごく便利なコード8個を最優先で覚えてくださいということを私は、お勧めしておりましてですね。この8個のコードのグループのことをこう言ってるんですけど、この8個覚えておいたら、まあ本当に、あらゆる曲の基本になってますからね。はい。まず最優先で覚えてください。今日それ全部出てきますから。はい。で、コードっていうのは星の数ほどあるんですけど、もう全部覚えるのはまあそもそも不可能なんで、まず最初の足がかりはこの8個ですよ。皆さん覚えておいてください。以前私が分かりやすく解説して頭にスッと入る、楽しく覚えられる動画を撮ってます。ここでコードの解説してますので、ぜひマスターしてください。8個。とは言っても8個ってもいっぱいあると思うでしょ。一本指のコードもいっぱいありますからね。気楽に覚えてください。で、コードはこの解説終わり。いいですね。シンプルで。はい。で、ここからリズムの、話になってきます。つまり、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。リズムなんですけどね。まず基本はですね、8ビートのチャですね。はい。やっぱりこう、ロックの疾走感。はい。で、サビでは、カッティングビート。カッティングっていうのはね、これね、まぁ、ちょっと解説しすぎましょう。まずは、8ビートのチャ。こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。ふっとした瞬間、ぐたたかたん、ちゃたつ、ちゃたたん、ちゃたつ。これが8ビートのチャというリズムですね。C でやると、この、チャ。これは打楽器でドラムノートを、バッと、バコのパに当たるという。はい。この弾き方を、まず A メロと B メロでやって、サビはですね、こうです。ちょっと聞いてくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。負けないでも、もう少し、こう止める。パッ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 。これ。止まってるでしょ。左手よく見てください。左手で止めてるんですよ、音をね。ね。これを、パッとこう止まるでしょ。これをカッティングと言います。はい。つまり、8ビートのチャとカッティングの合わせ技です。カッティングのサビはね、ダッタ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 。聞いてると簡単な感じしますけど、ここでパッパッパってこう素早く止めてる場合、これが結構難易度高いんです。これはカッティングですね。はい。この2つの弾き方の解説動画、じゃん。ここに、リンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚なんですけど、その中から8ビートのチャとカッティングの動画を見ながらマスターしてください。まず8ビートのチャなんですけど、8ビートっていう基本のリズムができてからになりますんで、最初はジャンジャジャンチャジャンジャンジャジャンチャジャン、この8ビートをマスターした後にこのチャをやった、8ビートのチャに入っていってください。で、カッティングはちょっと難易度高いんですけど、もし難しかったら泣けないでも4つ弾きで十分だと思います。あるいは8ビートでやっちゃう。はい。この辺でこの、自分のご自身のね、このスキルに合わせて楽しんでやりましょう。まあ何はと思われ、歌優先ですから、やっぱり言葉のエネルギーが一番ですよ。それがまずど真ん中にあっての話ですからね、よろしくお願いします。そうやってリズムがやっぱ加わると、またドライブ感とかいろいろこうなんか景色も変わってくるんで、ぜひいろんなこの要素を取り入れてやってみてください。はい。そういうわけで今回はシンプル&ストレートに、ドーンとこう直球でいく感じのアレンジでシンプルにいきます。はい。それではザードの負けないでガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ふとした瞬間に視線がぶつかる、覚えているで
し最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ。追いかけて遥かな夢を。負けないでほらそこにボールは近づいてる。どんなに離れてても心はそばにいるわ。感じてね、見つめる瞳。負けないでガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱリズムがね、こうなんていうのかな、ノリが変わるだけでだいぶこうエネルギッシュな雰囲気になると思うんですけれども、いかがだったでしょうか。あ、サビのところはですね、やっぱジャッジャッジャッ結構難しいんで、負けないでもう少し、これ8ビートでも全然なんていうか失速しないと思いますよ。まあお好みでいろんな弾き方で挑戦してみましょう。大きい声で歌う、やっぱ心込めて、こっちがね、やっぱ中心に、音楽の中心にあった方が絶対いいと思いますね。それに応援団として、こうリズムとかククレレが入ってくると。楽しんで音楽やりましょう。ありがとうございます。楽しい人はどんどん周りの人をウクレレ教えてあげてください。本当に楽しいですよね。はい、ありがとうございます。チャンネル登録なんかここにね、あるんでお願いいたしますね。はい、今日は見てくれてありがとうございました。この後ちょっとお時間ある方、ご案内動画つけてますね。いろんなイベント、日本中でイベントやって、無料イベントもありますよ。はい。あと、本もいっぱい出してるんでね。はい。そんなことの情報、ちょっと、見ていただきたいんですけど、まあ、皆さん、今度は、ガズと生で会って、一緒にワイワイやりましょう。よろしくお願いします。音楽最高。また見てください。よろしくお願いします。では、ご案内、どうぞ。はい。ガズレレです。まずは、ホームページ、ドン。ガズレレ .com。ここにいろんなこと書いてあるんで、まず、ここ、総ざらいでチェックしてくださいね。よろしくお願いします。で、ガズレレは日本中飛び回ってるんですけど、まあ、ここを見てください。6月30日は、長野県長野市。はい。7月6日、これがね、ちょっとこの後また来いで、7月6日は、代々木公園で千人ガズレレ。7月になると、奈良に行きますからね。まあ、こんな感じで日本全国、津々浦々行ってるんですけど、まず長野、6月30日、お待ちしてますよ。私、実は長野県出身ですから、地元開催といってもちょっと市を離れてるんですけど、まあ、やりましょう。ワイワイ、お待ちしてます。長野市でやります。はい、で、ドン、こちら、千人ガズレレ。これがですね、まあ、毎年恒例なんですけど、千人でワイワイやる。これ最高です。ぜひ皆さん、来てくださいね。で、もうやる曲5曲決まってて、みんな全員でステージ上がって、一緒の曲を弾こうというやつで、入場無料、参加申請いらない。勝手に来て、一緒に練習してやろうっていう、全部の流れ、ここにリンク貼っておきます。このリンクで、当日来てください。とにかく、体一つ、ウクレレ一つ持ってきて、練習も、セットになってますから、待ってますよ。7月6日、11時半ぐらいに集合ね。OK。はい。あとはね、本いろいろ出してます。これ出たばっかりのガズさんの、リッドミュージックから出てる本なんですけど、これもまたもう、いい本です。100曲入りですから。とにかくいろんなことがホームページに書いてあるんで、さっきホームページのリンク書いたけれども、はい。そこにブログも書いてて、ブログにももうめっちゃいいこと書いてありますんで、まあ音楽を楽しくやる秘訣っていうかね、まだこの心持ち、そんなものを、体感していただければと思います。あとちょっと遅れ気味のこちらのウクレレのクラウドファンディング、今もうほんと最終調整で、いやもう申し訳ないんですけど、もうね、テンション高くなっちゃうし、このウクレレをクラウドファンディングで皆さんの手にお届けするというプロジェクトが今進んでいます。はい、その辺のこともホームページにご紹介がありますので、ぜひともお願いいたします。はい、ホームページ見るとね、ブログも書いてますよ。いいことばっか書いてますんで、ぜひ見てください。本当に。ありがとうございます。そういうわけで、ガズレレで、ウクレレで、音楽で、どんどん楽しく豊かな人生、やりましょう。ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。ココナッツのフレーバー、ココナッツのプレー